やっほーニワトリです。今回はギルドメンバー募集動画でございます。そして今回の募集は6名となります。そして今回の募集から今までとはちょっと違う内容の話になるので順番に説明していこうかなと思います。で、まず初めに一番大事なことなんですけど、今回のこのギルドメンバーの募集なんですが、ピュアバニラサーバーの方のみとなっております。新しく新設されたホーリーベリーサーバーでプレイされている方は加入することはできませんのでお気をつけください。僕ニワトリはピュアバニラサーバーの方でギルドを作ってやっておりますので、加入できるのはピュアバニラサーバーの方のみ。ホーリーベリーサーバーでプレイされている方は加入することはできませんのでお気をつけください。まずこれが一番大事なことですのでご確認をお願いいたします。はい、それでは次に募集条件のようなもののお話なんですけど、まずほぼ毎日討伐戦に参加してくれる方、そして強さ自慢とか遠回しに自慢とかその他不快な発言などをしない方、そしてこれは絶対ではないんですけど、ニワトリのねゲーム小屋のチャンネル登録をしてくれる方であると嬉しいなと思います。ちょっと前まではチャンネル登録してくれた方のっていう感じでまあ話してたんですけど、ちょっともう今この状況ですと確認するのが難しい状況になってまして、それとまあわざわざね嘘をついて入りたいですとかっていう人はいないかなと思いますので、そこはねもし登録していない方がいらっしゃいまして応募したいということであれば、特にこちらから確認とかすることはないんですけど、ぜひねチャンネル登録をしてくれたら嬉しいなと思います。そして2つ目、追放についてなんですけど、こちら今までルールが結構曖昧な感じでギルドを運営してたんですけど、まあ、今後はねより公平な運営のためにルールを追加させていただきました。まず1つ目が討伐戦への参加がないまたは極めて低い方、そして5日以上ミログインの方、そして何かの理由があったとしても長期の間ミログインになる方は追放をね一度させていただこうかなと思います。中には理由でね、学校やら会社やらいろいろな事情で長い間ログインができなくなる、ね、しにくくなったりとかするっていう方はいると思うんですけど、そういった方はですね一度脱退していただいて、そちらの方に集中していただきまして、でもしまた復帰して入りたいということであれば、またその時のまた次の募集とかで応募していただければいいかなと思います。はい、そして僕のギルドを紹介させていただきますと、まずですねガチ向けのギルドではございません。今こんな感じでねギルドランク4117で、から 3% となっておりますが、基本的に、まあ、5% いければいいかなっていうぐらいのを目指しているギルドでございまして、また戦闘力、このボスに与えるダメージっていうのも特にルールはありませんので、特に強い弱いというよりかは、まあ、楽しくねやっていければいいかなと思っております。なので注意点としては、ガチめのね感じでやりたい、ガチめのギルドに入りたいという方であれば僕のギルドはちょっと向いてないかなと思いますので、よろしくお願いします。ガチな感じのギルドではないので、まあ、応募はしやすくなっているんじゃないかなと思いますが、まあ、毎度のことなんですけど、今回募集6名なんですけど、仮に応募が6名を超えてしまった場合はですね抽選とさせていただきます。抽選方法に関しましては以前から何度も動画に上がっているとは思うんですけど、ルーレットで抽選をやっていこうかなと思っております。はい、そして通常であれば1人1枠という形になるんですけど、前回応募していただいて、でその抽選に外れてしまいました。でさらに今回また応募していただいた方に関しましては1人1枠のところ1人5枠として抽選させていただきますので、よろしくお願いいたします。仮に今回の例えにお話ししますと、今回応募していただきました、しかし残念ながらその6名の抽選に外れてしまいました、ギルドには入れません。だけど次の応募の動画でまた再度ね応募していただいた方に関しましては、通常ね1人1枠のところ1人5枠というような形で抽選させていただきますので、かなりね当たりやすくなるというような感じになっておりますので、よろしくお願いいたします。ただここはあらかじめ分かっておいてほしいんですけど、その当選の枠が1枠から5枠になってかなり当たりやすくなったとはいえ、それでも外れてしまう可能性っていうのは大いにありえますので、それがね1枠の方が多ければ多いほど外れる可能性というのは高くなりますので、1枠から5枠になったからといって必ずねギルドに入れるということにはなりませんのでお気をつけください。はい、というわけで、まあ、これぐらいかな説明は。
何かもしわからないこととかがあればコメントいただければお返事させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それで抽選の締め切りとかそういったものに関してはこの動画の説明欄のところに記載しておきますのでそちらをご確認お願いいたします。はい、それでは今回の動画はこれで終わります。繰り返しの案内になるんですけど、ピュアバニラサーバーの方のみ加入することができますので、ホーリーベリーサーバーでプレイされている方は僕のギルドに入ることはできませんので、応募いただいてもね、その応募は無効となりますのでお気をつけください。はい、それではよろしくお願いいたします。